山岡鉄州、山岡鉄州、鉄州、山岡鉄州は、幕末から、明治時代の幕臣、政治家、思想家、県、善、書の達人としても知られる。鉄州は、小児号、他に、一落祭。通称は、鉄太郎、鉄太郎、鉄太郎。忌み縄高行一等聖伝部刀流、部刀流の快祖。幕末の三州の一人。 英典は、十三味君二刀子尺。愛刀は、淡田区二吉や無名一文字。江戸に生まれる。家が武芸を重んじる家だったため、幼少から、新影流や北新一刀流の剣術、柏原竜僧術を学び、武術に、天賦の才能を示す。浅利義明、中西廃一刀流門下の剣学であり、明治維新後は一刀正伝部刀流。 ブカタナの海祖となる。幕臣として、清川八郎と共に老仕組を結成。江戸無血海上を決定した、勝海舟と、西郷隆盛の会談に先立ち、官軍の駐留する、駿府、現在の静岡市にたどり着き、単身で西郷と面会する。明治政府では、静岡藩県第三次茨城県三次伊万里県五令自住、区内大、 進む、苦内省有を歴任した。勝海州、高橋霊州と共に、幕末の三州と称される。身長六尺二寸、百八十八センチ、体重二十八貫、百五キロと大柄な体格であった。天保七年、千八百三十六年六月十日、江戸本所に倶楽部業、広子村の治業種である、小野浅江門高吉の四男醍五士として生まれる。 母は、塚原磯、日地国鹿島神宮神職、塚原岩見の次女。先祖に、塚原牧伝。九歳より、くすみ官的歳より、神陰流、自家神陰流剣術を学ぶ。高下二年、1845年、日騨軍隊となった父に従い、幼少時を日騒騒山で過ごす。工房大師流入木道、樹木道五十一世の岩佐初めて二章を学び、 十五歳で五十二世を受け継ぎ、一楽祭とゴース。また、父が招いた、井上清虎より、北進一刀流剣術を学ぶ。カ五年、千年、1852年、父の死に伴い、江戸へ帰る。井上清虎の延長により、安政二年、1855年に、公部所に入り、千葉修作らに、剣術、山岡星山に、押し神流創術を学ぶ。 生山休止の後、生山の自定、健三郎、高橋泥衆らに臨まれて、生山の妹、房子と結婚し山岡家の婿養子となる。安政三年、1856年、剣道の技量抜群により、法部署の世話役となる。安政四年、1857年、清川八郎ら15人と、尊能上位を標榜する、古尾の会を結成。文久二年、 1862年、江戸幕府により老仕組が結成され、親友の中将金之助と共に取締役となる。文久3年、1863年、将軍、徳川家持の先どもとして上落するが、間もなく清川の動きを警戒した幕府により、老仕組は呼び戻され、これを引き連れ、江戸に帰る。清川暗殺後は謹慎処分。この頃、 中西ハイチ投流のアサリヨシアキ、アサリマタシチロウと試合をするが勝てず、弟子入りする。この頃から県への弓道が一段と厳しくなる。父の勧めもあって、17歳の頃から、禅の修行も始め、長徳寺願い沖縄、龍沢寺、星忠、し、国寺独園、天竜寺敵水、遠学寺高専に参事、後年は敵水和尚から因果を与えられた。 慶応四年1868年新たに設立された精鋭逮捕、兵道各となる。江戸無欠会場を決した勝海舟と西郷隆盛の会談に先立ち、3月9日、官軍の駐留する駿府原静岡市井区にたどり着き、天馬町の松崎や玄米宅で西郷と面会する。2月11日の江戸城重心会議において、 徳川義信は教順の意を表し、かつ海舟に全権を委ねて、自身は上野寛英治にこもり謹慎していた。海舟は、このような状況を伝えるため、政党大総督府参謀の西郷隆高森に書を送ろうとし、高橋清造、霊州を使者にしようとしたが、彼は義信敬語から離れることができなかった。そこで、鉄舟に白羽の矢が立った。この時、 刀がないほど困窮していた鉄州は、親友の関口牛虎タスクに大将を借りて、官軍の陣営に向かった。また、官軍が警備する中を、朝敵、徳川義信家来、山岡哲太郎をまかり通ると大王音声で、堂々と、伏していったという。3月9日、マスミ九之助に案内され、駿府で、西郷にあった鉄州は、海州の手紙を渡し、 徳川義信の意向を述べ、朝廷に取り計らうよう頼む。この際、西郷から五つの条件を提示される。それは、というものであった。このうち最後の条件を、鉄州は拒んだ。西郷はこれは長命であると凄んだ。これに対し、鉄州は、もし、島津公が、将軍義信と同じ立場であったなら、あなたはこの条件を受け入れないはずであると反論した。西号は、 江戸百万の民と主君の命を守るため、死を覚悟して単身敵人に乗り込み、最後まで主君への忠義を貫かんとする鉄州の、積犠に触れ心を動かされ、その主張を最もだとして認め、将軍、義信の身の安全を保障した。これによって、奇跡的な江戸無血会場への道が開かれることとなった。3月13日14日の勝ちと西郷の、 江戸城会場の最終会談にも立ち会った。5月、若年寄閣幹事となる。明治維新後は、徳川家里に従い、寸府に下る。6月、静岡藩藩政保育となり、清水次郎長と、一気投合、創始の墓を記号して与えた。また、幕臣の救済事業である、牧野原大地開墾の責任者である、中条金之助に、茶の生産を助言する。 明治4年1871年、廃藩置県に伴い、新政府に出資、し、静岡県県第三次、茨城県三次、伊万里県権令を歴任した。西郷の立っての依頼により、明治5年1872年に宮中に出資し、10年間の約束で自重として、明治天皇に仕える。自重時代。 深酒をして相撲を取ろうとかかってきた明治天皇をやり過ごして還元たり、明治六年、1873年に皇居仮宮殿が炎上した際、淀橋の自宅からいち早く駆けつけたりするなど、豪直なエピソードが知られている。区内大、進む、区内昭遊を歴任した。明治十五年、1882年、西ごとの約束通りし、明治二十年、 1887年5月24日、功績により、死者に上される。明治16年、1883年、医師に準じた人々の母体を弔うため、東京都台東区谷中に、不門山全省案を混流した。明治18年、1885年には、一刀流小野宗家第9代の小野成雄からも、同等と、貧割等、守備き立ち、 万字の印を継承し、一等生電部刀な流を開いた。明治二十一年、1888年7月19日9時15分、皇居に向かって、結果不座のまま絶命。死因はえがんであった。葬儀は22日に行われ、豪雨であった。前もって、明治天皇の内位があったので、四谷の自邸を出た葬列は、皇居前で10分ほど止まった。 明治天皇は、高殿から目送された。全商案での改装者は5000人にも上った。この日、門人、村上俊五郎は、巡視の恐れがあるというので、四谷警察署に保護された。また門人、栗立清秀でも巡視しようとしたが、全商案の裏山で発見されて止められた。門人、鈴木雄三は、葬儀に出たまま家に帰らず、3年間も墓前に泊まった。 9月15日、門人、三上文也が墓前で、滑腹巡視。同18日、鉄州の爺や内田三郎兵衛が墓前で死んでいた。鉄州のいない世の中は、生きるに値しない。と思わせるほどの鉄州の死だった。去年53回名、前勝安の鉄州高行大孤児。没後に、君に当局日、重光明を追贈された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。